わためこんな時間まで放送してんの大変だな。生活逆転羊じゃん。あ、スパチャ読みとかやってるからか。今日はとびっきり長かった。あ、そうなんだ。雑談8時間。頭バグっちまうよ。おかしくなっちまうよ、そんなもん。うちはできねえ、絶対に。何かが、ネジ外れてんだろ、それは。配信モンスターじゃねえか。まあ、うちは、あれかな。放送法は、そんなに長くするタイプじゃないからね。まあ、ただ長くやりたいタイプの人もいるからさ。わためとかコロネとかもそうだけどさ。8時間やばい。8時間も何喋ってるの ?8 時間も喋ることある?すごくない?逆に。天才だよ。配信の天才か?うちはそんな喋ることないぞ。朝活、週一の朝活のこの1時間でさえ、1時間猫の話だけしてる時とかあるんだぞ。話題なさすぎでしょ。そう考えるとうちはあれなのかもね。やっぱうちはコラボで、その、なんだろう。あの、ツッコミが楽しいみたいなのな、は、もしかしたらうち自身にトーク力がないから、うち自身にトーク力がないからこそ、あの、周りのみんながこう、ボケてくれることに対して突っ込むっていうのが楽しいのかもしれないね。どうや、あはわわ、あほ、あ、お仕事もいてらっしゃい、はははは。うん。いや、そうなんだよね。わちゃわちゃ。